はいどうも、吉田茂です。今回はですね、綺麗な形で5台決闘表を自動作成する方法というのを紹介したいと思います。Python を使ってデータ取得して Google スプレッドシートの方に書き込むという、まあそういう流れになります。まあ少し難しい内容なので、まあ必要な知識としては、まあ簡単な Python の操作が必要になると思います。えまたメリットのある方としては、まあブログや動画などで 五大決闘票を使って紹介したいい方にななるかなと思います単純に5大決闘票を見るだけだったらターゲットだったりネット競馬だったり、まあ、あらゆるサイトでそれ自体は見れると思うのでまあそれを自分なりに取得して発信したいっていう方に向けた動画になっています。まあ、なので目標としてはですねこういった5大決闘票をまあ自動作成するということになります。まあ メインの目的はですね別に自動作成するということにあるわけではなくきれいな形で決闘表を作るということになるんですけどまあそれは結果的に効率的にやると自動化するということになるとそういうことですね、まあ、ちなみにですね簡単にただ単に決闘表だけを作るんであればこういった形でネット競馬の方からコピーペーストでパワーポイントだったり Mac のキーノートの方なんかにコピーペーストをすれば このような形でそのまま決闘票が得られますけど、まあ、その場名のみのシンプルな形が欲しいと思うんですねなんか下に決闘3句とか、まあ、粘土だったり、えー、毛色だったりですねまあこういうなのがい,いらなくて、まあ、単純に場名だけが欲しいそういうシンプルな決闘票が作れ,作れればよりいいと思うんですねまあというのもこの決闘票のスペースすごく狭いんでできるだけ文字数を減らしたいと思うんですねそういった目的を持った今回の動画なんですが ま,まず一番最初に必要になる Google スプレッドシートと Python の連携なんかについては初期設定の方はこちら僕は関係ないんですけどこちらのサイトの方の記事が非常に参考になりましたのでま,あまずそこはできていない方はそちらのサイトから見ていただくといいかなと思いますまあリンクは概要欄に貼りますがもちろん Google スプレッドシートではなくても Excel の方でも 可能だと思うんですが、まあ、それは各自ちょっと調べてもらってっていうことになりますがで、まあ、本題になりますと、まあ、まず決闘表らしいこの型を作るって、まあ、これちょっと面倒くさいと思うのでこちらは先ほどのようにですねネット競馬さんの方の決闘表をちょっとコピペして、えー、まあテキストの方を消しましてこの枠だけを残すような形、まあ、大きさなんかは調整していただいて、まあ、あとはこの枠にまあ場面を入れていくっていうことになりますが。 まずはですねその5台血統表をスクレーピングするっていう必要があると思うんですね。まあ、今回僕の大好きな血統エルコンドルパサーを使ってなんですが、まあ、エルコンドルパサーの血統ページの URL から、まあ、ブラッドテーブルディテールというところがあるのでこれで血統表のデータを取ってきます。そしてこの場名だけが欲しいというところがポイントなのでそこをちゃんと指定してあげます。まあ、こういいいった細かい部分については あまり今回は紹介しません。まあ、そうすると、結果的にエルコンドルパサーの5台以内に含まれる6。2頭の血統がリストとして取得されます。その次なんですが、こちらはまあいつも一定の操作でやるらしいんですけど、まあ、僕も正直ここら辺はあまり詳しくないんですが、まあ、要するにここに書いてあるっていうことはまあ、python とスプレッドシートをつなげるためのお決まりの処理ということですね。まあ、先ほど紹介しました。記事の方に。 このようなコードがあるので、まあ、そちらはコピペしていただいてということになりますがでその上でですね各セルに場名を自動入力していくということになります、まあ、細かいことは置いておいてまずはちょっと結果を見たいと思います、まあ、そうするとこんな感じでですねパンと一息にですね場名が入力されて目標である決闘表の取得っていうのは一応これで完成にはなりますが、えー、まあ細かいところを見ておきますと えー、セルののの取得のされ方というのがありましてこのワークシートドットレンジというところを囲むとですねこの各セルが、えー、一括で取得されるんですねまあそれがリストのような形になっていますがこれがセルが1行1列目1行2列目というふうに、まあ、順番に取得されていきます、えー、この場合決闘表の場合はですね E の32番までを取るということになると思うんですが、えー、実際にこのようにですね順番としては 012345678910と、まあ、左から右にこう流れて順番にセルが取得されていくんですね。でですね、まあ、その番号を指定するというのはここに場名を入れたいセルをここで指定しているんですね。つまりこの場合全てのセルに場名を入れたいわけではないので A1 から E32 二というのは160セルありますよね。32×5 の160セルあるんですけど。 五大決闘表というのは場名が62と入っているわけなんで入れたいのは62個なわけなんですねつまり先ほどの160個のセルの中からこの場名を入力したい番号をこちらでちょっと作ると、まあ、これはちょっと手入力になるかなというところなんですが、まあ、このような番号を指定しておきます、まあ、それを受けて場名を入力していくという流れになりますね今回紹介するポイントとしてはこちらだったんですが まあ一応、こういった作成したシートの活用としては、このキーノートだったり、パワーポイントに埋め込むっていう形で、決闘表がまあ紹介できると。クロス、ここの決闘がどうとかっていうことを紹介できますよね。またですね、HTML なんかと合わせて自動作成すれば、ブログなどに埋め込むことも可能だと思うので、それはまたちょっと別の動画でやれればいいかなと思うんですが、その活用の仕方は人それぞれだと思うんですが、 まあ大まかにきれいな決闘票を作るという、まあ、この一連の流れっていうのを紹介してみましたまあ最後にちょっとおまけとしてですねまあ同一の場面を強調するまあクロスがあるところを強調したいところではあるんですけどちょっと難しいのでまあ5大決闘票全体を見渡して同じ場面があるところにチェックが入れればちょっと楽しいですよね。まあネット競馬さんの方では赤い色付けがなされていると思うんですね同じ場面については。 まあただそれがなんかこの自動入力した時にですね色が引き継がれたり継がれなかったりするっていうところがあるのでその際に今紹介するテクニックを使えば色がつくと思うんですけど先に結論だけ見ますと同一場面を自動検出するこの流れを見ていただきますね同一の場面についてですね文字が太くなるので見ておいてください はい。まあ、こんな感じでですね、エルコンドルパサーの決闘表にある、えー、同一の場名、例えばノーザンダンサーだったり、スペシャルだったり、フォルリのところについてですね、えー、文字が太くなりましたよね。まあ、こういった自動処理ができるということなんですが、まあ、ここはちょっとおまけということで、あまり詳しくは説明しないんですが、まあ、同一の場名を含むリスト内番号を取得するということがまず必要になると思います。まあ、決闘表における何番のところに同一の場名があるのかなと。 というところですね、まあ、ここはちょっと詳細は割愛するんですが、まあ、その番号に対してカラーリングをするというような設定になってくるんですけど、まあ、同一の場面を含むセルを収縮するとさまざ、あ、まですね背景の色を変えるとか文字の色を変えるとか文字を太くするとか、まあ、いろんなことできますけど今回は太くしています。で、まあ、このような処理で先ほどのような自動化ができるということになりますね。 まあ今回の動画はですねこの決闘表を用いた決闘の議論がもっと一般的になればいいなと思い紹介しました、まあ、僕個人としてですね笠裕二郎氏や持田淳氏のような、まあ、配合理論にすごく興味があるというか、まあ、そこから入って競馬がより好きになったというところがあるので、まあ、こういった決闘表をもっとたくさんの方が自由に活用できるようになればいいなと思ってこのテクニックを紹介してみました まあ、ぜひですね皆さんももっとうまくできるっていうところがあればコメント欄なんかからいただけると嬉しいですえではチャンネル登録の方よろしくお願いします吉田茂でした